クーフォルデンは、オランダの北東ドレンテ州にある、基礎自治体で市である。1998年の州内の再編成で、ダルン、スリーヌ、ウスターハズセルン、ズーイルと合併した。クーフォルデン、クーバーデン、クーボルデンとも表記される。オックスフォードと同様、牛が川を越えるところから来ている。1408年に、都市圏を授与される。1579年に、 都市の33%が大火災で破壊された。1580年、80年戦争における、オランダの裏ギリ者リュクサンブール博、ジョージ・デ・ラリリングによって、スペインに占領される。1592年、オラニエ公マウリッツ指揮下のイギリス軍とドイツ軍によって、スペインから脱出される。翌年、スペインに包囲されるが、1594年5月に、 救援部隊によって阻止された。その後、17世紀初頭にパルマノー橋を模して、要塞の設計者、メンノフォンクーホルンによって強固な要塞を持った街並みに再編された。1672年にミュンスター市教領に占領されたが、すぐに取り返された。その後、再占領しようとしたミュンスター市教領の軍は、洪水によって壊滅した。ありがとうございます。